皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ、スイッチバージョンですね、やっていきたいと思います。で、ライブアライブ自体は全くやったことなくて触ったことなくてどういうものかわからないんで、とりあえずオプションから見ていこう。テキスト表示速度、これ速いでよくない？他レーダーとか必要でしょ。ちょっとチュートリアルとかも必要。 OK。 他はグラフィック言語音量なんで、まあ大丈夫で、ニューゲームでやっていきます。ちょっとね、まあさらっとだけ見てみたところ、シナリオを選んでシナリオを一つずつクリアしていく感じになるみたいなんですよ。で、シナリオによって難易度と話の長さとかが違うみたいなんで、最初からなんか難しいのやってもちょっとオタオタしてしまうだけなので、まあ簡単なやつ、セーブ編はね話も短く簡単みたいです。なのでセーブ編からやっていきます。アメリカ大陸、西部開拓時代、放浪を続けるお尋ね者が無法者たちに脅かされるサクセスズタウン、サクセズタウンを訪れる。罠の材料を探し、町の人々と協力して仕掛け、無法集団クレイジーバンチの襲撃を迎え撃つ。はい、セーブ編始めますか。行きましょう。お、いい感じのドット絵っていいのかな。あのオリジナル版をねやったことがないんで、どこがどう変わってるとかは分かんないです。これがリメイク的なものなのかリマスター的なものなのか、まあ、内容的にはちょっとリマスターに近い感じだとは思います。で、この太っちょは主人公じゃないよね。なんか見た感じが違うから、デブいから。クリスタルサロンっていいのかな、酒場的なところか。おお、綺麗だ。酒場がじゃなくてグラフィックがね。客が誰もいないな。まだ開店前か。いや、保安官。マスター、こいつを貼っといてくれ。新しい手配書かい？やれやれ、奴らだけでも物騒なのに。いや、手配書って言ってもさ、わかんなくない？だって日本の指名手配犯とかさ、目の前にして、あ、こいつ指名手配犯だってわかんなくないっすか？名前か。サンダウン、後から変更することはできません。決定。あ、こうやって決まるのね。別に OK でいいでしょう。この名前でよろしいですか。はい。キッド、キッドか。サンダウンキッド。おお、いいグラフィックだ。めっちゃ荒野だな。移動は馬かセーブだもんね。車とかってまだないのかな。馬ってどれくらい走れんの。時速は何キロ。競馬とかやってれば馬の速度とか知ってるんだろうけど。しばらくだな。なんか来た。そんな顔するんじゃねえよ。今日こそあんたの逃亡生活にピリオド打ってやろうってんだ。開始伝っぽくない。感謝されて叱るべきだと思うんだがね。向きな、
この賞金稼ぎマッドドッグ様ともあろうものが丸腰のやつをやっちまうわけにはいかねえ。これで何度目かな、あんたとやり合うのは。そんなに対戦してんの？で、今回この地震、何か今じゃ恋人同士のような気さえするぜ。策でもあるのか。だが、それも今日までだ。お、戦闘か。マッドドッグ、行動ゲージ、敵味方関係なく移動や攻撃ランを行われると行動ゲージが上昇します。ゲージが最大になったものからアクションできます。戦うアイテム、パス、ステイ、逃げる、バトルコマンドがあります。スキル、アイテム、効果範囲が表示されます。はい。で、戦闘不能、キャラクターがゼロになると戦闘不能になります。全員戦闘不能になるとゲームオーバーです。戦闘不能中のキャラクターがさらにダメージを受けると戦闘から離脱し、その戦闘では復帰できなくなります。あー、なるほど。ゼロになったら一旦戦闘不能になって蘇らせることはできるけど、ダメージを受けちゃうともう完全に蘇らせることすらできないってことね。で、ちょっと待って、どうすんのこれ。戦う、シングルショット、ダブルショット。こっち何、魔法っぽくない？ピアッシング弾でマジックパワーとか別にないしな。フォローポイント弾、敵能力を下げんなこれ多分だけど。あれ、状態麻痺、ちょっとあるよ、なんか特になんもない。何をすればいいの？てか何も当たんねえんだけど。そもそも直線上に立つ、動くとどうなる？え、どうなってるこれ、よくわかんねえんだけど。ここは入るよね、射程。ダブルショットとかどう？わー、足りねえ。ピアッシング弾がいけるか。ちょ、ダブルショット当てたいな。ヒット数2だもんね。ちょっと一回一回前進んで、で攻撃でダブルショット。どうですか、レジストって書いてなかった今。3、レジストされてるわ。近づいてきました。はい、また俺動けんのこれ。え、動くよ。じゃあこっちにしよっか。これレジストって書いてあるもんね。耐性あるわ。あ、これ属性かな。マッドドッグ左下、耐性、このマークに耐性がついてるから、じゃあこっちで行こう。フォローポイント弾、威力大だけどちょっと合わない、射程が合わないな。じゃピアッシング弾でやってみよう。これけ、52、シングルショット26、レジストしてんな。マルチカウンター、いいね。ここでもカウンター発動するんだ。カウンターで死んだ。勝利、獲得アイテムなし、経験値3ダウン。経験値なくね。最初の戦闘だからイベント戦的な感じになるのかな。バカにしやがって、なぜいつも俺をやらねえ。そんなに負けが混んでるのか。待ちやがれ。てめえ、俺様の愛はゴールドの手綱を打ちやがったな。ま、待て。走ってる。いや、あいつ走っていかなきゃダメじゃん。かわいそすぎる。それなりに近くに町があるね。アイバはこの後どうなるんだ。ゴールドもう戻ってこないのか。あ、セーブ編放浪。だけどさ、これ食料とかマジどうしてんの。水とか
レーダーについて。行ったことないエリア黒、行ったことあるエリア青、目的地オレンジ。目的地への道しるべ、目的地が旗か。オプションで切り替えられます。シナリオ選択に戻ることができます。はいはいはい、動けんね。話す、ちょっと待っててくれ。どうした？お、妙な町だな、人気がない。はあ、外出れる。止められた。また同じか。妙な町だな、人気がない。で、ここ入れない、鍵がかかっている。特になんか調べるところ、樽の中とかアイテム、これ樽の中とかアイテムあったらちょっと嫌だな。一個一個調べなきゃいけなくなっちゃうからね。むしろ樽の中からアイテムが出てこないでほしい。鍵はもう全部かかってんのかな。おとなしく目的地ポイントに向かいますか。まあ酒場だよね、さっきの。頼もう。客がいる。どうした？セニョラムシア。バカ。なんだ。あ、なんか光ってる。え、これ取っていい？お尋ね者だからパクりますよ。薬草ゲットした。これなんか、あ、あるね、装備品。粗末な帽子、ピースメーカー、ん、使い古しグラブ、ポンチョ、履き古したブーツ。なんかすげえ普通の服って感じだな。まあいいや。で、アイテムなんて持ってんの？さっき手に入れたのが薬草か。全部薬草しかない。中回復、スキルが、あ、これさっき選んでたやつか。で、フォーメーションとかなんかあんの？よくわからん。素早さ55。高いんだか低いんだか。で、オプションか。さて、話せる？話せる。静まり返ってんな。アミゴ。あなたアミゴ。意味不明。これ上とか行けんの？入れん。まあお尋ね者だからね、しょうがないよ。いらっしゃい。何をお飲みで？それともお食事ですかな？お代はもちろん結構ですよ。なんでそんなんでいいの？なんか来た。マスター、いつもので。おお、兄ちゃん、見ねえ面だな。そこは俺の指定席なんだがな。知るか。どけっつってんだよ。やめて。そこはあんたの指定席なんかじゃないわ。金を払わない客なんか、こっちから願い下げよう。待ってたぜ、兄ちゃんよ。こいつはなんだ？あ、兄。マスターのどういう関係？うるさいね。なんだよあんたら、その腰に下げてんのはおもちゃかい？あいつみんな拳銃持ってんだ。ウェイ、ジェンマ、クリント、セザール、
誰が誰だかわからん。立派なのは名前だけかい。名前が立派なのかどうかすらわからん。アニお前はいい女だ。気の強いとこも実に俺好みだ。いや俺はね、気の強い女性ちょっと苦手なんだよね。ちょっとっていうかかなり。どうだ、守ってあげたい。こんな女にならねえか。ふざけんじゃないよ。てめえ男の顔に手をあげたな。下手に出たら突き上がりやがった。やめろ。これ弟とか。おお、臆病保安官の息子にしちゃ上出来だ。いや違ったけどな、ガキが口挟むことじゃねえんだよ。席が変わった。どういうことこれ。席を移動したってこと。一瞬で。すまねえな兄ちゃん、ガキのしたことだ。許してやってくれ。あ、やっぱ当たったんだ。そんな高等技術を使ったわけじゃなかった。お詫びに一杯おごるぞ。てっきり子供が当たる、子供に当たっちゃうから一瞬で席を入れ替わって子供に被害が及ばないようにしたのかと思ったら、そんなことはありませんでした。マスター、ミルクだ。そしておごってくれるらしい。それありがとうございます。てめえみてえな腰抜けにそいつが似合いだぜ。飲む、返すとか、あ、選択肢がある。ありがとうございますとか言っちゃったけど、突っ返す、いらん。お、俺のおごりが飲めねえってのか。気のせいかミルクが戻ってきた気がするんだよな。うん、気のせいだよ。いかんな、二日酔いだな。なんせここの酒は安もんばっかだからな。それともミルクはママのおっぱいからじゃねえと気に入らねえか。消えな。消えろ。お、喋った。なに、あ、戦闘になった。なんだこいつ。パイク格好がなんかすげえ変だな。一歩動いて一歩動いて、ここ射程ダブルショット、いやーどうしようかな。ピアッシング弾で一貫威力中70、強い。粉々になったんだけど。勝利。経験値はないね。そういう感じのストーリーなのかな。覚えてやがる。あんた、クレイジーバンチの一味じゃなかったのか。あ、そういうこと。お尋ね者だからみんなビビってんのかと思ったら、クレイジーバンチの一味だと思ってたからビビってたのね。すげえや。ってことは自分がお尋ね者だってことはみんな知らないっぽいな。そりゃそうだよね。まるで子供扱いだわ。このおじちゃんならきっと。何事だね。ここであれか。じゃあそのクレイジーバンチの一味を追い払ってあげたら賞金首はなしにするよみたいな。なんだよ今頃何しに来たんだよ。パパなんか臆病者だ。ビリー分かってくれ。今歯向かっても奴らの怒りを買うだけだ。
けど何もしないんじゃ、ずっとこのままよ。兄様黙ってて。あ、兄さんか。兄さんも保安官もこの町の男たちはみんな臆病者よ。勇気があるのはこんな小さなビリーだけなんて。いや、勝てないと分かっている戦いに挑むのは勇気ではない。それは万有だ。だが保安官、この旅の方がいれば。勝手に押し付けようとしてるし。あいつ、そいつはそんな立派なやつじゃねえぜ。追いついてきたか、開始伝よ。馬がいない中大変だったろうな。そいつの名を聞いたら驚くぜ。教えてやろうか。そいつの名はキッド。サンダウンは名前変えられるからファミリーネームで呼ばれるんだね。こいつ何したの、そもそも。そういえばこの手配書の。態度でいけな。その首にかけられた賞金は5000ドル。おお、結構な額じゃん。そいつをいただくのがこの賞金稼ぎ、マッドドッグ様よ。嘘だ。今円安だからね。円安だから、円安の時に賞金首を買った方があれか、いっぱいもらえるのか。残念だが俺は嘘はつかねえ。嘘だよね、おじちゃん。いや、別に嘘ではないよ。嘘じゃない。嘘だ。さすがのキッドもガキにはお手上げか。てめえのおかげでゴールドには逃げられちまうし、今度こそケリをつけさせてもらうぜ。じゃ、さっきさ、表に出ろ。あんなコテンパンにやられたのにさ、どっからそんな自信があるんだ。決闘だ、決闘だ。逃げるなよ。いや、自信満々だな。何も変わってなければ負ける気がしないぞ、俺は。突然強くはならないだろう。だって話せる、これ女の子だけ話してこう。やるなら表でやってくれよ。はーい。お、音楽を奏でてくれるかな。いつもこのさ、なんか西部劇の決闘になるとああいう、なんだよその顔は、誇りみたいなのが待ってるけど、なんなの。そうか、俺たちの関係もこれで終わりかと思うと寂しいか。わかるぜその気持ち。だがいい加減ケリをつけようぜ。背中合わせに歩き、5つ数えたら振り返って勝負だ。行くぜ。1つ、2つ、3つ、4つ。この人ビビってんだけど。5つ。お、こいつはクレイジーパンチ。
あの二人見えてたのか。つまらねえ邪魔が入っちまったな。すげえすげえ、二人とも。この二人が組めばクレイジーバンチだって。ねえあんたたち、クレイジーバンチの奴らを倒してくれないかい。ただで仕方ねえな、女に頼まれちゃ断れねえ。え、勝手に承諾してんじゃねえよ。キッド、残念だが勝負はしばらくお預けだ。クレイジーバンチの奴らを片付けるまではな。いや、勝手に俺も巻き込まないでくれよ。で、いろんなやつ話せるな。連中は結構な数なんだろう。まともにやり合っても勝ち目はねえ。俺は無駄死にはごめんだぜ。まずは奴らについて聞かなきゃよ。一人ずつ話していく感じか。ちょ旅芸、はい。思わぬことに巻き込まれちまった。逃げ出そうぜ。こいつらはもうここの専属ってわけじゃないんだな。何かできることがあれば。お前やる気にはちょっとなってんのか。やつらはまだ15人いる。数は把握してるんだね。この町に隠してある金、お礼として支払う。それがどれくらいのものなのか。全滅したと言われる第7騎兵隊の生き残り、オーディオを筆頭に無法者が集まった荒くれ集団。ディオ様か。それは強敵だ。サクセズタウン、サクセズの言われはサクセス、成功って意味。一昔前はゴールドラッシュでにぎわっていた。金ね、金を狙ってるんだ。なるほど。あ、で最後こいつ話すのか。そう、打ち合いの前に敵の数を減らしゃいいんだ。奴らが来る前に町のあちこちに罠を仕掛けるんだ。決まりだな。けどよ、ここはてめえらの町だ。俺たちだけに頼ろうなんざ虫が良すぎやしねえか。私はやるよ。僕だって。やってみるか。そうさね。またなんか出てきたんだけど。お前。黙ってたってあいつらにいいようにされるだけじゃないか。だったらやってみようじゃないの。しかしお前。そうだ、もう泣き寝入りはごめんだぜな、セザール。そうだとも。ここはやっぱり、いや、君たちはいいと思うよ、別に。私らも。アミーゴのため戦う。こいつらにもじゃあ報酬を払ってあげないとな。上出来だ。さて、あんたはどうする、保安官さん。保安官って一人しかいないの。ビリー、このバッジおじちゃんがつけてよ。パパなんかこのバッジをつける資格ないんだ。私は今まで下手に逆らい町が危険に侵されるのを恐れていた。だが危険を犯さねば勝ち取れぬ未来もある。きっと、いや、名も知らぬ旅の人、そのバッジはあなたが持っていてくれ。
この戦いが終わって私が保安官の資格を取り戻すまで。保安官バッジ、なんかアクセサリーっぽいアイコンがついてる。装備できるのかな。そうと決まったらこうしちゃいられねえ。罠の材料は俺とキッドで探す。お前らじゃ何が罠に使えるかわかんねえだろうからな。早速取っかかろうぜ。材料探しに手間取っちゃ仕掛ける時間もなくなっちまう。マッドドッグと一時的に手を組んだ。奴らは日の出とともに襲ってくる。クレイジーバンチのやり方。この時間だと日の出までに鐘が8つ鳴る。それまでに罠の材料を探し出し仕掛ける。材料が揃ったら声をかけてくれ。町のみんなで手分けして仕掛ける。鐘の音が8つ鳴ると夜明けとともにクレイジーバンチがやってくる。アドバイスを聞きながら住民たちと協力して襲撃に備えましょう。時間内にできることは2つ。罠に使えるアイテムを探す。住民たちに罠の設置を依頼する。おお、おっと、用心。時間ありか。まずはセーブしといた方がいい。そうだよ、セーブとかわからん。ちょ、待って、このメニューかな。で、あ、レベル1低いじゃん。だから俺のが強いのか。あ、セーブってあるわ。プラスになってんな。じゃあセーブしましょう。で、これ画面閉じちゃったら話が進んじゃうかな。時間が経っちゃうのはちょっと勘弁してほしいんで、とりあえず、じゃあライブアライブ第1回目はここで終了したいと思います。次回はこの続き、罠を探すところから始めていきます。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。